はい、ということで、最後の話行ってみたいと思います。とりあえず誠くんから。24日、27世紀の人間たち。いやいや、運命の23日を過ぎましたよ。そしていつまでもセクシーな誠くん。いつもと変わらなかった。クーデターとかコンピューターの暴走とか、セバスチャン、どうもピンとこない。までして違いを見つけることに利益も、それによって本人たちが受ける精神的苦痛の不影響が大きいと私は判断する、ね。なんだかんだセバスチャン美味しいとこ持ってたね。無理するな。それかお母さんのことなんだけど、なんだ。お兄ちゃんお母さんの部屋に連れてって試してみたいことがあるの。お母さんに脳波計とか取り付けられてるんでしょ。ダメだ、人間はただ人間なんだ。めぐみ先生、大変です。患者さんが、ヨシアがどこもいないんです。付き添いのお嬢さん、付き添い。小さな。お母さん、ごめんね、私のせいで。絶対私を助けてあげるんだから。めぐみ、静かに。ああ。ダメ。え？あ、おばさん。普通に目覚ましたぞ。俺も一応家族なんだけど。ねえ。これで目覚まし滅なしか。そうかな。めぐみのことを知っている。ジンだって生き延びたのかもしれない。まさか。そうは思うんだけど、どうも気になるのね。ヨシアが病院を逃げ出した理由。だったら気にすることはない。また俺が。いや、俺たちで守るさ。そう来なくっちゃ。なんだそりゃ。来年からに。21世紀は2001年からです。ほんと大学生かな。おう。エンド。そうなんだね。これ前も見たけど、これがジ・エンドなんですよ。なんかグッドエンディング、グッドエンドとかじゃないんだよね。ということで、これをグッドエンディングなんだろうが、普通のエンディングなのか、バッドエンディングなんだろうが、よくわかりませんが、まあ、エンディングはエンディングということで、ここら辺で、誠くんの編の話を終わらせたいと思いますが、長かったなぁ。実はこのエンディングもう一回見たんですよね。まあ、厳密に言うと、スタートで飛ばしたんで飛ばしましたが。それにしても四角い。あの四角さは異常だ。本当は、ここあたりで、ジュラインについての感想を喋ればいいんでしょうけど、
とは、ヨシア君の方も選べそうだったんですよね。それの方で話を取っておきたいんですが、とりあえず誠君だけお話しすると、最後面接の時に、面談の時に父親はいなかったよね。父親逃げたと思うんだけどな。そんでもって赤い目ですよ。主人公結局最後はこの服だったな。ジーパンじゃない。ジャージだね。で、スペシャルサンクスですよ。主人公が服変わってないじゃん。で、45。で、どういうことになるんですよね。というわけで、とりあえずこのまま、ヨシア君の方へやってみましょうかね。はい、ということで、ついにここまで来ました。ヨシア君の出番です。では、ヨシア君で進めてみたいと思います。消えゆく再生。実は、誠君は見たことあったんですが、ヨシア君は見たことないので、あれからどうなったんだろう。あの時、島の各所で爆発が起こった。そして大量の海水が流れ込んできた。そこまでは記憶している。どうやら俺は命だけは取り留めたらしい。俺のそばでパティが安らかな寝息を立てている。無事だったのか。俺は妙な安堵感を覚えた。こんな気分は長い間忘れていた。戸惑ってさえいる。テープの電源が入ったままになっている。音さえ聞こえない。ジン・レイブラン、彼の上には何が映っていただろうか。今とあってわからない。地球そのものだ。今まで滅びていった僕の生き物たちの代弁者として、こうしてはいられない。そばでパティが無邪気な顔で眠りこけている。だが、眠らしておこう。パティはもう普通の女の子に戻るべきだ。本当にお別れだ。ありがとう、パティ。おお。街はもういつもの、パティが来たよ。ヨシア、ヨシア、ヨシア、どこにいるの？さらばだ、パティ。また会おう、パティ。また会うの？え？まだ生きている。おお、マジっすか。そんなエンディング。
先ほどのちょっとヨシア君のエンディングが気に入らなかったので、少し前に戻りましてやり直しております。ということで、少々ヨシア君の方をやらさせていただきます。実は、あのエンディング、ジンを許すか許さないかみたいなところで、許すとした場合ああなって、今回許さないとしたわけですが、戸惑ってさえいる。テレビの電源が入ったままになっている。音声聞こえない。だが昨日のあの島で起こった出来事について報道していることはすぐに分かった。警察や自衛隊、そしてマスコミのヘリが島の上空を飛び交っている。瓦礫の山とかした島の様子かをカメラは上空から捉えていた。もはや島は元気を捉えてはいなかった。ある男の、一人の男は己の予防のために作り上げた巨大な人工島。というので、再スタートをやっているんですけど、ここあたりは、先ほどと一緒ですね。こうしてはいられない。パティ、パティ、起きろ。今回起こしたな。電気だらけだったんだが、ずっと眠り続けてたよ。ああ、ありがとう。特殊だからな。もう実感はごめんだ。何か食べる？いや、いい。それより出発だ。え？ここを出よう。でも、俺なら大丈夫だ。本当に？ああ。わかった。もう、今回置いてかんだな。なんていうか、最後の最後まで、つい昨日までこの年で起こった一連の事件など、彼らにとってはもはや遠い過去の出来事なんだ。あ、お姉ちゃんたち。え？よしや、パティ。一体どうしたんだ？急にいなくなって病院で探したぞ。病院は嫌いだ。嫌なことばかり思い出す。注射が嫌いなのよね。もしかして自分の体ごとの規制を気にしてないと言えば嘘になる。ピッチが鳴りますよ。お前の妹というのはマザーカマイさ、昨日まではな。意識を取り戻したって、本当か？私が嘘を言ったことがある。この前言ったぞ。そんなことよりも早く。ヨシアも来いよ。遠慮する。俺はまだ答えを出していない。そうか。それじゃあな、また会おうぜ。よし、さあ、そろそろ行こうか。スクランブル交差点。これは、どうなる？いや、やっぱジエンドなんだ。はい。ということで、ここまで最後までご覧になった皆様、
どれだけいらっしゃるかわかりませんが、ご視聴いただき誠にありがとうございました。いやー、初めての実況動画ジュライでしたけど、最初アドベンチャーを実況すると大抵セリフを言っていくだけで終わってしまって、特に喋ることもなく終わってしまいましたが、これ見とる人は楽しかったんでしょうかね。こんなとこもありましたか。次回なんですけど、まあとりあえず手持ちのドリームキャストを次々とホームページに上がってある発売日順に攻略していきたいと思っているわけなので、次回作はおそらく、ペンペントライアスロンだったかな。とりあえず同時発売、最初の本体同時発売がこのペンペントライアスロン、このジュライとペンペントライアスロンとバーチファイター3とゴジラジェネレーションズになっております。ちょっと今からもう一度、セガのホームページへ行ってきましてですね、発売日順に、ゲームをやっていきたいと思います。次回アップ予定がいつになるかはわかりませんが、今このまま続けてやっていく可能性もあります。次回も、見ていただければ幸いです。ということでエンディングが終わったようなので、この辺でジュライ実況動画終わりたいと思います。ここまでご覧になってありがとうございます。では次回もよろしくお願いします。失礼します。